あー、おいおいおい。いやーねー、昔はねよくね線路の脇をねずーっと歩いてからね目的地に向かってたんだけどさ、やっぱ怒られちゃってさ、あー、いろいろ怒られちゃってさ、でもうほらもう今2015年だしさ、時は金なりって言うでしょ。だからねもう今車移動してんだよ。大体はもう車で目的地に向かうことしてるんだよ。あ、もう線路は歩かないよ。もう終わった終わった、ああいうのはしみったれたもんだよ、あんなもんは。車いい、車好き、車最高。あ、暑い暑いだ。ちょっと待ってもらっていいですかね。ちょっと買い物してきますんでね。あー、すいません。よいしょ。あー、あああ、すいませんね。待たせてしまって。いやあ、はい。やっぱね、もう、おにぎりって、まあ、そういうイメージあるかもしんないけどさ。もう、ああいうのやめたんだわ。もう、すぐ栄養はね、チャージしないとね、時間がなくなっちゃうんだよ。もう、時間がなくなるとね、金がなくなる。金がなくなると人生が回んねえんだよね。これね、これおにぎりより美味しいかもしれないから。うん、もうね。あーはあーはあ、よいしょっと。ああ、やっぱね、これは腹が膨れるなー。もうね、今ね音楽じゃねえ、腹膨れねえっつってさ、腹膨らませてんのはもうゼリーなんだよこれ。歌なんか歌ったらさ結構カロリー消費量が激しいからさ、どんどんお腹すいてさ、でまたお腹すいたらゼリー飲んでさ、お前イメージは腹膨らんだためしかねえよこの野郎。お前膨らんだためしかねえっつってんのにさ、また夢なんか見ちゃってさ、俺わざわざまた夢なんか見ちゃってるよ、おい。まあ、あれだな。まあ、日銭稼いでゼリー食って、歌歌って、な。あれみたいなもんだよな。まあ、あんまり深くは言えねえけどさ。ずーっとこれ繰り返してんだ、これ。ずーっと。ああ、たまんねえ。見つかってしまったんだな。僕は逃げるんだな。ああ、うわあ、ああ、ああ。